はい、こんにちは。はい、阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです。今日もご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今日も沼津りえの美味しいレシピ、今日は何をやりますか？今日はクレープを作ります。うん、クレープって生地作りってね、簡単なんだけど、生地をちょっと寝かせて、うん、それから焼きましょうとかあるんだけど、そうするともう待てないから、今日は時間かかっちゃうね。そう、だから生地を休ませないレシピをお届けします。休ませずに焼ける、混ぜたらすぐ焼いても、すごくお店に負けないクレープの味になるっていうレシピでございます。さすが。だからもう混ぜて焼くって本当に簡単だから、このおうち時間もね、うんうん、のおやつ作り、あ、お子さんとぜひね、やってもらいたいですね。でも大人もいいですよ、全然。あ、そうだね。そう、親子だけじゃなくって、うん、ちょっとね、クレープをね、焼いてみようって思う方は、ぜひ簡単ですので作ってみてください。はい、どうぞお楽しみください、はい、どうぞ。はい、はい、ではクレープの生地を作ります。はい、材料は、うん、卵、うん、薄力粉、お砂糖、はい、牛乳、うん、生クリーム、はい、これ生クリームちょっと半端な量なんですけど、この残りはあの中に絞るように使うので、1パック買っても大丈夫っていう量です。はいはい、なぜ生クリームを入れるかは後で言います。卵ね、 60g、うん、あの割りほぐして 60g ね、うん、でないじゃない、あんまり L サイズとか、うん、M とか S とかミックスとか今あるんで、そういう方は溶きほぐした卵を 60g になるように測ってください。はい、はい、いいですか。もう溶きほぐしてありますから、お砂糖を入れます。今日はきび砂糖ですけど、お家にあるお砂糖で構いません。よくほぐします。泡立てる必要はないです。お砂糖と卵は溶けるような感じ。はい、そして薄力粉 40g 入ります。入れます。はい、で混ぜます。うん、薄力粉のあのダマがないようにね、しっかりとすり混ぜるというかね、混ぜてください。こう滑らかになるまで。ここでダマになると、水分入れた時に粉が溶けないで、ちょっとダマっとな、なんかモホモホとね、なっちゃうから、ここでしっかり、ほら、こういう感じ。食感が悪くなりますよね。そう。そしたら。クレープって薄く焼くからね、粉が残ってると、ブツブツとかってね、美味しそうで焼けないっていうことですね。だから、もう、薄力粉の、そうそう。わかる？もう薄力粉のダマないよっていう感じ。滑らか。このプツプツってしてる、これ泡でしょ？これは泡です。はい。はい、よく混ぜてください。はい、そして、うん、牛乳と生クリームを入れていきます。牛乳が 100ml。 これちょっとこう、こっちシャバシャバトロンとしてるからびっくりするから、少しずつね、溶き伸ばすというイメージで。いや、これ腰ですよね。うん、慌てないでゆっくり入れていってください。この感じでゆっくり。2人でやってもいいですよ。入れる係、混ぜる係。ああ、いいですね。うん、親子でやったりしたら楽しいだろうな。そうそうそう。はい、出ました。うん、そして生クリーム 30g 入れます。はい、これも少しずつ。で、牛乳だけでもできるんですけど、うん、生クリームを入れることによって生地を、ね、休ませないですぐ焼ける。クレープの生地ってこれできたらだいたい1時間以上生地を休めて焼きましょう、よくレシピであると思うんですけど、この生クリームを入れることによって休ませずにもうすぐクレープ生地を焼いていいよっていう仕組みになりますから、まあ、あの絞るクリームをね、買って、でその 30g をこっちにやるだけだから無駄はないかなと思っています。今は脂肪分35、うん、まあ、あの植物性でも動物性でも、あ、そこでいいですね、その辺は大丈夫で、最後にバニラエッセンスを 2、3 滴加えます。そうすると卵臭さが消えて食べやすくなりますよ。うん、ない方は入れなくても大丈夫。入れると、まあ、よりお店っぽいね、香りになるよっていう感じです。はい、これでもう生地の完成。はい、では焼いていきます。まあね、まずフライパン温めますよ。
なんで焼けるのかっていうぐらいでしょ。そうね、シャバシャバですね。そこにね粉が溜まってる場合があるからこう混ぜながら焼いていきます。はい、さあ温まったら一度もうジュッとね温度を下げますよ。弱火にして、温度を下げることによって綺麗に焼き上がってきます。油を塗ります。バターで焼くと香りはいいんですけど、枚数が増えてくるとフライパンがね焦げてきて上手に焼けないこともあるから。薄くね。今日これ油は普通のあの何でもいい、お家にある油で。はい、まあごま油とかになるとね香りは違ってきますけど、あんま油の癖がない、そうそうそう癖がないもので焼きます。はい、混ぜて、はい、そして広げます。弱火ですね。弱火です。で、おお、この穴が閉じるように広げます。で、触らないでこのね、周りがちょっとこう浮いてくるまで、で周りがこうやって浮いてきます。はい、そしてちょっとこうプツプツ、うん、なんていうの、ブクブクしてきたら、まあ、こういうなんかものでひっくり返してください。おー、いい感じ。あ、いい匂い、こんな感じ。あ、でも、あの裏面はほとんどなんか火が通っているので一回ひっくり返してたらもう終わり。お皿にね、出しておきます。こう出して2枚目を焼きます。だいたいこの5枚分ぐらいです、焼けるの。じゃあもう2枚目、あ、その都度油を塗るんですね。そう、薄くね、塗ってください。で、混ぜて、で、2枚目から焼ける時間が早くなります。フライパンも生地も慣れてくる。こういうふうにこう剥がれやすく、わかるかな。はいはい、そしてちょっとプツプツと、で上がこうちょっとこう乾いてきてプツプツとしたら、うん、ひっくり返していいよっていう合図です。うん、危ないからね、ちょっとこれは一緒に、お子さんの時は一人じゃなくて一緒に、はい、こういい感じ。ひっくり返したらまあ30秒ぐらいプツプツやったらもう OK。 ああ、もう、きれい。で、3枚目でどんどん焼いていきます。フライパンを回してね、ここ穴ぼこができたら慌てずに埋める。近くで見てみましょう。周りがちょっと茶色くなってきて、はい、ぷくっとした感じ、わかりますかね。そしたらひっくり返していきます。こういうヘラがない方は菜箸とかを入れてください。で、30秒待つ。はい、5枚焼けましたね。綺麗な方を表にしたいからこう置いて、さっき残って置いた泡立てた生クリームをもう決まりはないです、好きに。まあ、ここはね自由にね楽しんでいただければいいと思います。まあ、定番のバナナいきましょうか。まあ、バナナだけシンプルにね。はい、ね、また上から豪華に、あんまり決まりはないんですけど、まあ、とりあえずこう真ん中からこう、はい、ちょっと見えるように、うん、このぐらい、はい、やってこう包んだらいいんじゃないでしょうか。いいです。お皿に乗せましょう。
なんかチョコソースとかがあればね、あとはこう春巻きみたいにこうやって、こうやってなんかチョコソースとかを先に、ナッツとかもいいねこれね。ナッツ？ナッツとかこっちにしたいです。ああいいですね。でこう細くちょっと閉じて。春巻きの皮みたいによくこういうのコンビニで売ってあるでしょ。売ってる売ってる。こういう感じにしてもかわいい。ああ、可愛いですね。で、半分に切ったりしてね、ちょっとこういうとか、はい、あとはここにぐーっとやってバナナとか好きなフルーツをね、乗せて、これをチャキンみたいにこうやってこうやって分かる？分かります分かります。でちょっとこう紐でね、清潔な紐を持ってきて、こういう感じ。こういうのも可愛いんですよ。ああ可愛いですね。はいはい、完成です。はい、美味しそう。はい、味見していきます。コーヒーと一緒にね。はい、イエーイ。どうぞどうぞ。あら、しっとり。生地がもちもちでしっとりしたやつ、美味しいね。本当に美味しい。生地寝かせてないけど、もう寝かせたような、寝かせた味わかんないと思うけど食べやすい味です。食べやすい。とっても美味しくて、美味しい。これクレープ屋さんごっこ楽しい。本当にすごいでしょ。全然甘すぎない。甘すぎないです。生地にお砂糖は控えめにしてるから、チーズとか挟んでサラダクレープにしても美味しい。あ、それも美味しそうですね。この重なったね、クレープのところがね、ムチムチで美味しい。だからあんまり具をね、入れすぎちゃうと、このムチムチの体験ができないから、こう折りたためる程度、さっきぐらいがいいですね。コーヒーに合う。これはあの親子でね、楽しむのもいいし、あとちょっとしたね、お客さん来るときにね、クレープ作りましたって言ってね、家族のおもてなしにもいいですよ。いいですね。あの甘いバージョンと、オードブルバージョン、で大きさもいろいろちっちゃくして、ミニクレープにしてもいいし、もうどでかパーティークレープ、あのミルクレープみたいにこう重ねていけばいいので、そういう方はもう倍ぐらいのレシピ作ってクレープ焼いて重ねていくと可愛いです。ミルクレープ、クリームバニフルーツ、クリーム、バナナ、クレープ、なんとかとかってね。ああ、重ねていくんですね。そうそうそう、クレープの生地を。これもおすすめです。プレゼント、おもてなしにもいいです。あ、お弁当に入れて、デザートで食べてもいいですね。チーズクリームとツナとかね、簡単なそういう。あ、面白い。面白い。ぜひ作ってもらいたいな。そうですね。というわけで、今日はクレープを作りました。はい。生地を寝かせずに、そのまま焼ける、お手軽でとっても美味しいクレープ生地になりますから、ぜひ作ってみてください。はい。それでは、阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでした。また明日。明日。